ようこそ。どうぞ。私座るから。いいのよ。この間もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すごい上手に描いてたわ。燃えたら取れないから出てきたの。1年くらい前はまだ来てたんですけども、それもタクシーでね来てたんですけど、本人はすごく来たいんですけどね。本当に安心して繰り過ごせる場所で、あったかくて楽しくて面白くて、こんな喫茶店ない他に。嬉しい。はい、ありがとうございます。ジャンケンして、はい、ジャケット。昨日作ったんだって。あ、昨日？昨日4つやったの。フロランタン、どうぞ食べてみてください。いただきます。コーヒーは美味しいです。私の大好きな味です。本当にいっぱいいっぱい丁寧に入れてくださってて、最近アメリカンなのが多いので、しっかり濃いコーヒーのところが大好きです。父がもう亡くなって、ここで故障してたから、女性でできるコーヒー屋さんでもしたらどう、いうアイデアをくださって、で母はじゃあやってみようかということで始まったんです。昔はね、出前がすごかったから、まあね、20個ぐらいとかね、そんなザラですよ。もともとは霜降りだけやった。リンゴジャムにしたのはこの姉と2人がリンゴを炊いてレモンとグラニュー糖で炊くんです。お客さんに半分ずつしましょうねって言って、そしたらお客さんがそれを気に入ってくださってね。はい、出来上がりました。すごい、焼けてるからね。お分けしてるからね。ありがとうございます。それでキクちゃんの昔実家で母親が食べてたトーストと同じだと思って、そう、懐かしくて、そう、優しい甘さで美味しいんです。手作りジャム、いい甘さでリンゴの、美味しかったです。コーヒーに合いますね。合う、かわいいね、この服、襟が、なんか私これ小さい頃はお客さんが頼んでくれた残りをもらってラッキーみたいな。お客さん頼んだみたいな。ひ孫を連れてきてくれるので、この姉がねちょっとだけ蘇る。おいしいやろ。ご近所の人も、まあ、いらっしゃる方もありますけれど、その遠いとこからいらっしゃるでしょ。この間は九州から、長崎からいらっしゃって、でもぜひ来たかった、やっと来れたとかね、そう言って言われるとね、締めづらいですね。あきちゃん、いつまでする？お店思いつき、いつまで開けとく？いつまでじゃあ、私死ぬまで。いつ死ぬの分かってないもんね。じゃあいつまでもしとかないかね。